シュベツインゲンは、ドイツビュルテンベルク州ラインネッカ郡に属する都市。バーデンビュルテンベルク州の北西部、ハイデルベルクの南西約10キロメートル、マンハイムの南東約15キロメートルにあたる。プファルツ選定校の夏の宮殿と、その場内劇場で開催される、シュベツインゲン音楽祭で、国際的に知られている。この都市は、1954年に創設されたドイツ。 観光街道の一つで、マンハイムからプラハに至る、古城街道沿いに位置する。シュベツインゲンは、ラインネッカー群で5番目に、大きな都市で隣接する、市町村の中級中心都市となっている。また、1993年4月1日からは、大規模群都市にも指定されている。シュベツインゲンは、オーバーライン地方代内、ラインネッカー大都市圏に位置し、東をライン川西を、 オーデンバルトに挟まれている。市内をライムバッハ川が流れ、市からさほど遠くない地点でライン川に合流する。シュベツインゲンには、公式な地区として、ヒルシュアッカー区が設けられている。この他に、公式な地区ではないものの、名前をつけられて呼ばれる地区がある。新興住宅地のシェルツヒ、北部のクライムフェルト、鉄道の東側にあたるオストシュタット。 上管公園の南側にあたる、ジュートシュタット、鉄道の北西部にあたる、ノルトシュタットがそれである。これらは、比較的まとまりのより関係を保っている。また、ブリュールの西のライン側湿地に、飛び地がある。地域の面積は2163ヘクタールを超える。このうち 33.、33.3%が、住宅地及び交通用地で 27.、27.2%が、 農業用地35.7%が森林である。以下の市町村がシュベツインゲン市に隣接する。順序は北から時計回りに列記されており、マインハイムを除き、いずれもラインネッカー郡に属すマインハイム、プランクシュタット、オフタースハイム、ホッケンハイム、ケッチュ、ブリュール。シュベツインゲンの市街地は南のオフタースハイムのそれと完全に一体化している。 また、東のプランクシュタットの市街地とも一部が密着している。このため、シュベツィンゲン、オフタースハイム、プランクシュタットは、1993年に、新しい5桁の郵便番号を設ける際、一部で共通の番号を採用した。北部の市区、ヒルシュアッカー区は、マンハイムのライナウクとブリュールの間に位置し、これらと直接境を接している。 シュベツインゲンは、ラインネッカー郡地域の、マインハイム上級中心管轄下の中級中心都市で、ある。シュベツインゲン中級中心の管轄下にある、市町村は、いずれも、ラインネッカー郡のアルトルスハイム、ブリュール、ホッケンハイム、ケッチュ、ノイルスハイム、オフタースハイム、プランクシュタット、ライリンゲンである。シュベツインゲンは、六十六年十二月十一日の、 ロルシュ文書中にスエーィンゲンとして初めて記録されており、803年にはスエーィンゲンスペリオレと記されている。この地には新石器時代の入植地跡が残っており、多くの戦隊分土器が出土している。この土地には、もともとオーバーシュベチンゲン、ウンターシュベチンゲンの2つの収録があったのだが、17世紀から18世紀頃に一つの村に合併した。 この地域はもともとボルムス市橋領であったが、12世紀にライン級中白の支配下に収められた。1439年には初めて人口が記録されており、その数は230人であった。種別人間の水木は1350年にライン級中白ルドルフ2世が居住権を得た際に初めて記録が残された。 三十年戦争及びプファルツ継承戦争で、この城は破壊され、プファルツ選定校、ヨハンビルヘルムとその後継者によって再建された。1720年からカール三世フィリップにより、はじめハイデルベルクからの一時的な避難用の館として、1742年からは夏の宮殿として増築がなされた。七百五十年に、城の庭園を含む、 新しい都市の設計がなされ、建設が行われた。1752年には、木内劇場がオープンした。シュ人間は1759年に、市場界再建を獲得し、18世紀に、バロック様式で再建がなされた。1803年に、ラインガワウガンのプファルツ選定高領全域とともに、バーデン大高領となり、この町は、 行政機関の所在地に1833年、シュベツインゲンは、バーデン大公レオポルトによって、都市圏を授けられた。1850年から工業化が始まった。シュベツインゲンは、レンガ工場、缶詰工場の所在地となった。また、アスパラガス栽培も重要な産業となった。1924年、ベツイルクスワムとシュベツインゲンは、解消され、 ベツイルクスワムとマンハイムと合併し、これを母体として1938年にマンハイム軍が発足した。1930年にはハルトバルトの分割により、地域は大きく拡大した。軍の再編の時代、1973年1月1日にマンハイム軍は廃止され、シュベツインゲンは新たに創設された、ラインネッカー軍に属すこととなった。 1992年に人口が2万人を突破した。これを受けて、シュベツインゲン氏が申請した大規模軍都市への昇格をバーデンビュルテンベルク州政府は了承し、1993年4月1日に発行した。プロテスタントの市教会シュベツインゲンは、はじめボルムス市教区に属した。他のプファルツ選定公領と同様に、この町にも、 宗教改革がなされ、改革派教会の信仰がもたらされた。しかし、それ以後もカトリックの信仰は残り、町の教会である聖パンクレティウス教会は、両派共同の教会として用いられた。1707年のプファルツ選定公領の教会分離令により、この教会はカトリックのものと認定され、改革派教会は小教会堂の使用を余儀なくされた。 やがてルター派も小教会を獲得した。改革派教会は1785年に独自の教会堂を建設し、19世紀末には勢力を拡大した。バーデン領に移った後、両プロテスタント教会は統一した、教会組織に統合された。この教会組織は当初、オーバーハイデルベルク教会管区に属し、後に、シュベツインゲンに、 独自の教会管区が置かれたが、2008年に、南クアプファルツ教会管区に編入された。この際に、メラヒント派教会、ノア教会、ルター派教会、ヒルシュワッカー・ボンヘファー教会などが分離された。種別人間のカトリック教会は、記述の通り、町で唯一の教会であった聖パンクラティウス教会を1707年以降保有した。当初この教区は、 ボルムス市教区に属したが、1821年、または1827年に新たに創設された、フライベルク広塚サ教区ハイデルベルク主席司祭区に属すこととなった。1958年には、オストシュタットに聖マリア教会が建設された。さらに後には、ヒルシュワッカーに聖ヨーゼフ教会も建てられた。1960年に、 独自の主席司祭区が設けられ、エーディンゲン、ネッカーハウゼン、オフタースハイム、プランクシュタット、シュベツィンゲン、ホッケンハイム、ケッチュ、ノイルスハイム、ライリンゲンおよび、ブルールを管轄下に置いたが、早くも1976年には廃止された。それ以後、この町の教区は、ビースロッホ主席司祭区に属している。聖エヴァンクラティウス教区は、 シブ教会の聖マリア教会、ヒルシュアッカーの聖ヨーゼフ教会と共に、シュベツンゲン士牧単位を形成している。こうしたに大教会組織の他に、シュベツンゲンには自由教会の組織や、福音ハメソジスト教会の組織がある。この他にも、1849年に、エフンゲリションフェアインフュアインネルミッション、アウグズバージスカンベックエントニセスから発展した。 福音派組織やラント協会の組織もある。さらには新首都派協会やエホバの承認の施設もある。各時点での地域における人口推移を以下に記す。数値は、概算、国勢調査、あるいは各時点での管轄統計局による公的な推計値を用いた。種別人間の人口推移視聴者種別人間の市議会は5年ごとの 直接選挙で選出される26人の議員からなる。これに上級市長が議長として加わる。市長は8年ごとの直接選挙により選出される。1993年4月1日以降、市長の肩書きは上級市長である。ベルンハルト・ユンカーは2007年からこの職に就いている。彼は二千八年に政治からの引退を表明し、これにより、 新たな選挙が必要となった。選挙は2008年9月21日に行われ、それまでは第一市長のルネ・ペルトルが代行する。以下に第二次世界大戦以降の市長あるいは上級市長を列記する。種別因間市の紋章は上下に分割で、上部は黒地に、左向き中央の分割線から半身を表す赤い、爪、赤い舌を出した金の獅子。 下部は青地に銀のリング。死の旗は白青である。死死は1803年まで種別人間を治めたプファルツ、先定公を象徴する。リングは、もともとはエアリヒハイム家の親族で、種別人間上と関係が深いハンスフォン種別人間の印象に由来する車輪が描かれていた。この車輪から後にリングに変更された。死はこの図案を印象にも用いており、 1898年に公式に印象として用いられており、1898年に公式な紋章として認められた。種別人現上のロココ劇場上関係地区群に含まれる宮廷劇場は、プファルツ先帝港の夏の宮殿の劇場として1752年にニコラス・デ・ピガゲにより建設された。早期古典主義様式の内装を持つ、 この劇場では1952年から、シュベツィンゲン音楽祭が開催されている。イエル・クモアが主催するシュベツィンゲンの劇団テアター、アムプルスもここで公演を行っている。カール・ベルンハウス、ハウス・シュベット・シンガー三蘭ゲには、獅子の博物館がある。キシラン・ミュージアム・ワーク・スタチン EV は、芸術版画に重点を置いた、造形美術センターである。 シュベツィンゲン城かつて、プファルツ選定校の夏の宮殿であった、シュベツィンゲン城は、この街を象徴する建造物である。特にカール4世、フィリップ・テオドールの時代には、シュベツンゲンは狩りを目的に利用されていた。有名なのは、主館に隣接する、典型的なバロック式庭園で、イギリス庭園に拡張されている。城の庭園の設計は有名な造園家 フリードリヒルートビヒスッケルによる。庭園の見どころは、例えば1752年建造の、いわゆるロココ劇場、オランジュリ、浴室、野外劇場を備えた、アポロ神殿、古代遺跡を模倣して作られた、いわゆるローマ式水場と、メルクール神殿、モスク、ミネルバ神殿やアリオンの噴水などがある。シュベツインゲンのプファルツ選定コーナツの宮殿は、2006年に、 ユネスコ世界遺産への登録申請を行った。視聴者は1821年に建設され、1889年、1912年、1919年に拡張がなされた。地域には以下の境会がある。種別人間には、ファウドラー・ワーカン、モベル・ホフナー、プフィット・セ名グループの他に、多くの中小企業が存在する。観光業は、 種別人間で多くの雇用を生み出しており、飲食店やホテルで働く人も多い。2004年現在、種別人間で社会保険支払い義務のある労働者は6,077人である。遠距離交通、種別人間はアウトバーン A5 号線、A6 号線に直接アクセスでき、全方向へ交通の便が良い場所にある。市を南北に、 連邦道 B36 号線が貫いている。市西部のバイパスは1990年代にマンハイム、シュベツィンゲンインターチェンジとシュベツィンゲン、ホッケンハイムインターチェンジとを結ぶ形で建設されたものである。2004年からハイデルベルク、シュベツィンゲンインターチェンジへのバイパス道路建設が行われており、2006年末に第一区のマンハイムから シュベツィンゲン中央までの区間が開通した。鉄道シュベツィンゲン駅1870年以降、この町はライン鉄道マンハイムカールスルーエ線沿いに駅を持つこととなった。この駅はローカル列車や貨物列車に利用されている。将来的にはラインネッカー S バーンがこの路線を利用することになっている。また、 新しい駅も S バーン拡張計画に含まれている。1967年までは運営されており、現在は廃止されたハイデルベルクシュパイヤー線もシュベツインゲンを経由していた。マンハイムシュトゥットガルト間の高速鉄道、アイスは、地域の北を接するように西に向かう。 近郊公共交通1910年から1938年まで路面電車シュベツインゲン決注線が運行していた。1927年から1973年の間にシュベツインゲンのハイドルバーガー首都ロシン、ウントベルジェーバーン AG の路面電車が廃止された。現在はラインネッカーバス交通のバス路線が近隣の市町村やマンハイム、 ハイデルベルクを結んでいる。シュベツインゲンは、ラインネッカー交通連盟のサービス提供地域に、含まれる。市内は、特別料金が適用される。シュベツインゲンでは、日刊誌として、シュベットシンガーツァイトゥングが刊行されている。この他に毎週水曜日にシュベットシンガーボハが、シュベツインゲン市民には、無料で配布される。これらの新聞には、 種別人間のローカルな行事が掲載されている。2008年1月1日から、地方テレビ局テレビリージョーナルが、種別人間に拠点を構えている。この放送局では、種別人間やその周辺の大都市圏での出来事を、報道している。種別人間には、この裁判所は、マンハイム地方裁判官区に属す裁判所、公証人、役場、税務所、税関、 職業安定所がある。また、マンハイム刑事警察に属す留置所を備えた警察署がある。さらにこの町には、軍立病院もある。種別院原市はギムナジウムが一校、実業学校が一校、本家庭学校が一校、基礎家庭学校が四校、それに養護学校が一校を運営している。ラインネッカー軍は三校の職業学校を運営している。 カール・テオドール・シューレ、軍立病院附属看護学校、エアハルト・ショット・シューレである。また、精神障害者のための学校コメニウム・シューレも運営している。シュベツ人間上の左胸には、バーデン・ビュールテンベルク州立の司法専門のシュベツ人間、短科大学がある。ここでは、バーデン・ビュールテンベルク州、ラインラント・プファルツ州、ザールラント州の司法観光補正の教育を行っている。 これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版に参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に最初直接参照してはおりません。ありがとうございます。